成人式を迎えられました皆様に、主催者を代表して福岡市長高島総一郎よりご挨拶申し上げます。高島市長、よろしくお願いいたします。新成人の皆さん、本日はおめでとうございます。福岡市内では今日およそ1万6600人の皆さんが新しく成人の日を迎えたわけであります。今日は皆さんにとってとっても大切な節目の日ですから、私からも心を込めて2つのメッセージを送りたいと思います。まず1つ、成功の反対は失敗ではない。成功の反対は挑戦しないことだと思います。失敗したっていい、必ずそこから得るものはあるはずです。だからどんどんチャレンジしてほしいと思います。そして夢を持ってほしいと思います。夢には2種類あります。それは寝てみる夢と、そして起きてみる夢。ぜひ起きてみる夢を見て、そしてその夢を目標に変えてほしいと思います。目標がはっきりすれば、これから皆さんが生きていく上で普段見聞きするニュースだったり、もしくはスマホに流れてくるいろんな情報だったり、友達との会話だったり、そうしたものが全く違って聞こえてくるはずです。そうやって日々の行動が変われば、間違いなく皆さんの習慣が変わります。習慣が変われば皆さんの人生が変わります。だから起きてみる夢を見て、そしてその夢を目標に変えてチャレンジをしてほしいと思います。二つ目、それは幸せだから笑うんじゃない、笑うから幸せになる。これは私が恩師からいただいた言葉で、私もとっても大切にしています。これからの人生、人のせいにせず、社会のせいにせず、時代のせいにせず、親のせいにせず、友達のせいにせず、自分の人生は自分の意思と、そして自分の行動で未来を切り開いてほしいと思います。皆さんのこれからの輝かしい人生を記念して、私からのエールとさせていただきます。おめでとうございます。